23日巨人に、8中日東京ドーム巨人が中日に敗れ、2連敗を喫したドラフト1位ルーキーの西舘がプロ初先発したが5イニング4失点で敬 o され3敗目を喫した初回にいきなり2失点味方も1回に先頭丸からの3連打などで2点を奪い同点に追いついたが4回に1点5回にも1点を奪われた。 7回には連続バッテリーミスでピンチを拡大し、かつて所属した中日、宇佐美にツーランを浴びるなど3失点。点差を広げられた、打線も2回以降は沈黙、首位、広島に食らいつき、差を詰めていきたいところだったが、5位の中日に大敗した巨人、5位の中日に大敗し、2連敗ドラフト1位ルーキーの西舘がプロ初先発、5イニング4失点で3敗目。